はいどうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は、中性子星とブラックホールの衝突、それによって観測された重力波というテーマで動画をお送りしていきます。つい先日ですね、新しい重力波、S19-0814BV という名前なんですけど、そういった重力波が検出されました。で、そもそもじゃあ重力波って何なのかっていう話なんですけど、重力によって空間にシワができて、それが高速で伝わっていく。そういったものが重力波になります。で、これ例えば、地球、この今映像で太陽の周り公転しますけど、それによってその地球の重力によって、まあ、周囲への、空間への影響があって、で、それがその、波となって高速で伝わっていくっていう感じなんですけど、本当にこの地球サイズだとかだと、発生するんですけど、ものすごい微弱なものになります。このレベルの重力波は、たとえ、近い場所での発生でも全然地球から観測することはできません。なので、地球から観測できるような、強い重力波を発生させるものとしては、こういった中性子星のペアだったり、すげえどっか行ってしまいましたけどね。この中で重力が強いんで、すごい。これ今1秒間で、ちょうど今現実の世界の墨と同じぐらいじゃねえな、もっと短いですね。なので、現実でこれぐらいの距離に行ったらこれぐらいの速度で公転してしまうぐらい、それだけその中性子星というのは重力が半端ないので、こういった連星なんてのがあると、周囲への重力の影響も半端なく、地球でも観測できるような、重力波っていうのが、発生させているっていうことになります。この中性子星もそうですけど、ブラックホールなんていう、もっとその中性子星よりも重力が一段階、強い天体っていうのもあるので、そういった、コンパクト星絡みの、発生源であることが多いですね。で、そしてこれらがさらに、衝突すると、この公転速度をゼロにすると衝突すると思うんですけど、どうかな。あ、近づいてますね。で、これぶつかるとさらに、こんな感じで一直線ではいかないですけど、徐々に、重力波によってエネルギーを外側に放出してるので、だんだんとそのお互いの距離が近づいてて、最終的にはぶつかると。で、こうやってぶつかるともう本当に、ただ公転するよりも強い重力波っていうのが生じて、地球からでも観測できる場合があります。これまでも、中性子星と中性子星、先ほど出ましたけど、同じ組み合わせのペア、ブラックホールとブラックホールもそうなんですけど、そういったものは、検出されてきました。ただ、今回、先ほど申し上げた S19-0814BV っていう重力波なんですけど、これは、中性子星と、ブラックホールの組み合わせになれます。こんなちっちゃくないんですけど。これが観測史上最低質量のブラックホールになりますね。こういったペアのものが、すごい質量がちっちゃいブラックホールですね。っていうものが、公転して、で、最終的にこのブラックホールの中に中性子星が取り込まれることによって、で、それによって、重力波が生じて地球で観測されたっていうことが原因みたいです。で、これ、一種の中性子星とブラックホールによる、重力波っていうのは初めてなので、今回そういう話題になってます。なんですけど、このブラックホールと中性子星のペア、おそらくそうだろうって言われてるものも、重力波だけではその確定までは持っていけない。それによって生じたその光というものが鍵になります。それを見つけないと、その光を観測しないとそれを確定できません。で、現在その重力波の観測によってある程度どこの方角からでやってきたのか、その重力波がやってきたのか、で、どれぐらいの距離にあるのかっていうのが、ある程度絞られていて、で、現在はそこの方角に、焦点を当てて、その光が地球にやってくるのを待っているっていう感じです。ただ、ブラックホールと中性子星のペアの衝突によって必ずしも光が生じるというわけでもないっていうことがあります。
で、これはどういうことかと言いますと、ブラックホールがちっちゃい場合、中性子星と比べて、まあ、質量が大体似てる場合というのは、その中性子星はブラックホールの中に取り込まれるときに砕かれて、で、その際にすごい光を発するんですけど、実はそのブラックホールが中性子星と比べて圧倒的に大きい場合は、中性子星光を発することもなく、難なく取り込まれて、重力波だけを発してしまう。その時光は発さられないので、残念ながら地球からはその光を観測することができないっていうのがあります。っていう、まあ、条件付けなんですよね。で、なので、まあ、それに期待しつつ、その方角に今焦点を当ててるっていう感じです。で、まあ、それによって、まあ、もし、確定できれば今後、まあ、中性子星砕かれるので、内部の構造なんかも、新しい知見が生まれたりとか、そういった、進歩が生まれると思います。こんな感じで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。キャベツでした。さよなら。